民族学者として世界を飛び回る親父を持つ俺たち兄弟は、小さい頃から子供だけで生活していることが当たり前だった。いただきまーす。サキ、残さず食べるんだぞ。なあサキ、いつもお父さんいないけど寂しくないか？もちろん。え？大好きなお兄ちゃんと一緒ならサキ平気だよ。体が動きません。なんだよこれ、金縛りとか初めてかかったよ。幽霊出ちゃう？それとも呪い？ああ親父の怨念。今日ネックレスなくしちゃったもんな。ごめんよ親父。あ、いやいや親父生きてるけど。って、あれ、すごい夢見ちゃった、はあ、お兄ちゃん、先はいけない子です。お兄ちゃんと顔合わせらんないな。早くお家出なきゃ。サキ、おはよう。って、今日は家出るの早いんだな。はぁ、まったく。親父にもらったネックレスはなくすし、サキに襲われる夢なんて見ちゃうし。マナベ、いたのか。あるわけねえだろ。夢だよ、夢。あ、そんなことより、俺のネックレス知らないか？なんだよ、臭いか俺。なるほどね。体が動かない。おい、どういうことだよバカ、やめろ。ああ、親父は全てを知ってて、なくしたネックレスでサキバスとしてのサキを封じてたんだな。なんてことしてくれたんだ。でもね、だから血がつながってないとか、どっちが本当のサキかなんて関係なく、お兄ちゃんもサキちゃんと仲良くしてね。サキにもしてほしい。 Ladies and gentlemen. おや、おい時間だ。いつまで寝てるつもりだ、起きろ。あの日俺が助けたメス猫は、驚いたことに人間の言葉を喋り、そのお礼にと女の子と仲良くできるアプリが入ったこの愛のスマホをくれたのだ。試しに早速アプリを起動させてみると、どうやらこのスマホは俺のエロ願望を満たす変態エロアプリ搭載スマホだったのだ。今日一日は何かすごいことが起こりそうな予感がするぜ。こんな光景を見せられては、学園一の変態紳士と呼ばれる俺様が、このスマホでやることはただ一つ、変態エロアプリで学園制服、ただし女だけ。何あれキモい。あいつには絶対近づいちゃダメって先輩が言ってたよ。あの行列は、学業に無関係なもの、ハレンチでいかがわしいものは全て没収します。ご了承くださいですわ。げ、真面目。ゲとはご挨拶だな、シラミネは。全て焼却処分させていただきます。没収じゃなく焼却かよ。時にシラミネスミカ、風紀委員長の王座たるお前の風紀は大丈夫なんだろうね。突然何を言い出すんですの。だったら調べさせてもらうぞ。は？何の権利があってそんな。セーフ。本当にいつもいつも慌ただしいわね。私のように余裕を持って通学できないのかしら。ところでユイ、これが何だかわかるか。これこれ。はあ、ついに200万画素くらいの写真しか撮れないゴミみたいなガラケーから脱却したのね。ゴミとか言うな、プンプン。おはよう、真面目くん。は、携帯変えたんだ。すごく可愛いデザインだね。お、あやねちゃん。何すんだよ、ユイ。大丈夫、真面目くん。あやねちゃん、マジ天使。そんなあやねちゃんにはこのスマホでの初写メ童貞をあげよう。いくら幼馴染だからって。ちょっと待ちなさいよ、私だって。あれはもしや、
間に合った。ドゥブライウッド、やはりベルカ、お前はもう少し普通に投稿できんのか。もう本当に人騒がせなんだから。今からみんなで写真撮るとこだったんだよ。お前も入れよ。で、わかった。それじゃあ撮るぞ。はい、チーズ。ねえマサト。あ、どうした？今日お昼屋上で一緒に食べない？真面目。真面目。今日の昼休み飛行場に来るか？コックピットに乗せてやる。マジで？あ、真面目ならいつでもいいぞ。しかしここは何度来ても学校の裏とは思えないな。ブリベ、真面目、どうしたんだ？これは内容はよくわからんが、とりあえず状況開始だ。そういえば残念ながら私の機体は複座型ではないのだが。何やってるのかしら、まったく。プリスビステンツ、恥ずかしいよ、はじめこんな赤ちゃん。どうしよう。できねえよ。そんなことより今日もいいおっぱいだったよ、アエルちゃん。そこ喜ばないように。それにもしマサトが望むなら私だって。ああちょい待ち。あ、そうだ、あのね、マシメコ、ちょっとお願いがあるんだけどいいかな。お願い？うん、花嫁修行同好会練習なんだけど、一人じゃできないことがあるの。喜んでお手伝いさせていただきます。そんなある日、あーん、マサト、どうかしたのか、ユイ。いいからちょっとこっち来て。ゆいさん、せっかくみんなにアイスを食べさせてもらってたのに。ちょうどいいわね、あそこのゲームセンターに入りましょう。おい、ゆい。それじゃあ私は先に入って準備してるわ。準備って何の。もういいか。おい、ゆい。あれ、どうした？なんだってんだよ、一体。アプリを実行できるのももうあと1回みたいね。マジか。マジです。なんということだ。これはこのアプリは、いざ行かん、野望のために。最後って言うならとことん楽しんでやるぜ。わーい、真面目先輩。今日は早めに練習を切り上げて愛車のメンテナンスを。お、あ、君塚くん。あ、ねえ、練習計画させて。お、あれは塚ちゃん、今日もモテモテだな。しかしあの芸能人も裸足で逃げ出すようなイケメンぶり、同じ男なのに不公平にも程があるぜ。先輩、おはようございます。おう、スカちゃんバレバレリーナ、なんだこりゃ。いくらスカちゃんが女顔の超美形とはいえ、俺はそっちの趣味はないぞ。本当に俺がスカちゃんとやるのか、そんなバカなことがあるはずが。あれはさらしバレバレリーナ、スカちゃんバレバレ。いやー、スカちゃんの普段とのあのギャップたまんねえなー。あ、また新しいアプリ。なんだ、京子からメールか。京子のやつ最近売れてるみたいだな。あ、またメールが。って今度はアプリか。おお、いきなり女子トイレドアだって。悪いが今はそれどころじゃないんだよ。ここで一休みしていくとするか。へえ、お茶おみくじか。いらっしゃい、まじめちゃん。今日も美咲さんのおっぱいを堪能しに来ました。ところで、このお茶おみくじってどんなメニューですか？このおみくじの入ったおまんじゅうのことよ。当たりが出たら好きな飲み物を一杯サービスしちゃうの。間違いました。それじゃあいただきます。あ、今日、ちなみに今日は激辛わさび味よ。この人が意外と腹黒いことを忘れてたぜ。あら、そうだったの？美咲さん、本気にしないで。
やれやれ、腹黒いんだか抜けてるんだか。おっと、オナニーレーダーに感あり。この反応は生徒会長か。そんなことより三小崎会長がこんなに私のことを思ってくれてたなんて嬉しい。アプリの力で順調に俺の野望は実を結び、そして幸せだな、俺はついに夢を叶えたんだ。